こんにちは、プロトリーフチャンネルです。ちょうど1年前に植え替えを行った胡蝶蘭がオフィスで綺麗に花を咲かせることができました。こちらの胡蝶蘭を今回は見栄えのいい状態に支柱を立てようと思います。そちらの内容をご紹介していきたいと思います。まず最初に支柱を仕立てるタイミングについてお話をしたいと思います。胡蝶蘭は特にこういう白い大きな花を咲かせる胡蝶蘭はつぼみがたくさん増えていくにつれてつぼみの重さで自然とこうやってカーブを描くように垂れ下がっていきますので何もしなくてもこのような形に自然と垂れ下がることができるものになります。まあ、品種によっては小さな花の胡蝶蘭とかですとこういうふうに垂れたりはしないこともありますが白花の大輪の胡蝶蘭でしたら自然とこのような形になりますので上の 3,4 輪ぐらい房の全体の半分ぐらいが咲き出したら支柱を立てるようにするのが良いと思います。それでは支柱を立てていきたいと思います。まあ、こちらの支柱普通の園芸用の支柱になりますのでホームセンターや園芸店どこにでも買えることができます。この支柱をまずこの茎に沿って、後ろ側にまず立てていきます。この立てる際に、しっかりと鉢の底まで支柱を刺してあげてください。でこんな形で茎に沿わせていきます。まずここで茎に沿わせる形で上と下と1箇所ずつ留めていきたいと思います。この留める際はですね園芸用のビニタイというような細い針金のようなものを使ってもいいですしあとはセロハンテープで簡単に留めてしまっても大丈夫ですので今回はセロハンテープで留めていきたいと思います。ぐるっとセロハンテープで茎を支柱と固定させていきます。でもう一つ上の方もこんな形で固定をしっかりさせていきます。こうすると花が持ち上がった姿になります。今回はここから茎がこう曲がり出している円を描くようにこう曲がり出していますのでここもできるだけ少し支えてあげた方が折れたりするリスクが減りますのでここの部分に関してはこの支柱を少し曲げていきます。曲げる際はですねペンチとか使ってこうやって曲げてあげてください。カーブを描いたらそれに合わせるようにまたこうやって茎を当てましてそこをセロハンテープで簡単に留めていきます。ここまでが簡単な支柱立ての仕方になります。続きまして胡蝶蘭をきれいにアーチ状にするためのワイヤーのかけ方をご説明したいと思います。まあ、この状態でも十分きれいなんですけどきれいなアーチ状になった方が花一輪一輪がきれいに見えて豪華になると思いますのでそこで使うのが細いワイヤーですね。なるべく硬すぎない柔らかいものを使っていただければと思います。まずこちらをこの茎の根元の方に茎と支柱に合わせてこう少しぐるっと巻いていきます。ある程度の長さで切っていただいてでこちらのワイヤーにアーチ状にした胡蝶蘭の茎を胡蝶蘭のこの花の茎意外と曲げやすいんですけど無理に曲げない程度に曲げていただければと思います。ギュッと花茎を押さえる必要はありません。軽くワイヤーをかけてあげるだけで大丈夫です。ワイヤーはこういうふうに U の字型にして茎が動かないようにするだけで十分形が固定できます。これで花の見た目が綺麗になり支柱立ての完成となります。こちらが完成した状態になります。こちらの短い方がですね昨年この二番花を咲かせるために途中で切った茎になります。ここからちょっと今回時期遅かったんですけど2番目の花が咲いてきた形になりましてこちらの長い方が新しく伸びてきた花芽がたくさん花がつくことになりました。でこちらの短い方の胡蝶蘭の花に関しては無理に曲げてしまうとやっぱ短いので折れやすいのでこちらは無理に曲げず、このような自然な形でしていきたいと思います。花の咲いているうちの管理方法なんですが基本的には水やりとか日当たりの加減は通常の育てていることと変わらず水やりは鉢の表面がしっかり乾いてからたっぷり与える
で、光はレースカーテン越しの光で十分育てられることができます。液体肥料でしたら、薄めた状態でしたら花が咲いているうちも与えていただいても大丈夫ですので、このまま通常通りの管理をしていただいて楽しんでいただければと思います。